実は、僕、もう歯をめちゃくちゃ大事にしていて、もう歯医者が嫌いすぎてね、一回なんか、すごい歯の手術、まあ、普通に歯医者行って、直してもらったことがあるんだけど、もうその時のもう手術とか麻酔が痛すぎて、もうそれ以来怖くても毎日ね、もう歯磨きとかすごい、歯に関しては大事にしてきてたんだよ。そんな時、おとといね、もう本当に急、いきなり歯が痛くなったのよ。ええって思って。もう本当に耐えられない痛みが来て、急いで、もういろんなね、病院、まあ、歯医者さんね、ちょっと電話して、空いてますかみたいな感じにやったんだけど、もともと行ってた歯医者さんが、なんか、潰れちゃってたから、別のとこ行ったんだよ。もう本当に痛いんです、助けてください、みたいな感じ言って、午前中空いてますかみたいな、すぐ行きたいです、みたいな感じ言ったら、レントゲン撮って見てみると、なんと、歯の根っこが、縦に、割れていると。えって。で、これマジですぐにやらなきゃダメですみたいな感じで、いわゆる根管治療っていうやつをやったわけよ。歯の中に穴開けて、で、様子をね、一応割れて、プラスなんか、膿みたいなのができちゃってるから、まあ、いわゆる煙突掃除みたいな感じで、ドリルみたいなんで、ゴロ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 ってやって、全部きれいにしてもらったんだけど、どうやら、その歯医者さんが言うには、もともと僕そこの歯、根管治療をしてたところで、前の歯医者さんでね、やってもらったところなんだよ。今回行った歯医者さんが言うには、全然治療ができてないと。なんか、膿が残っちゃってる状態が続いてるから、中途半端に終わらせちゃってますね、みたいな感じで。と思って。で、どこですかみたいな感じで調べてみたら、そうじゃん、潰れてんじゃんって。もうね、ダメだ、うちの周り、やぶ医者しかいねえよ。で、とりあえず、綺麗にはしてもらったんだよ、歯の中、根管治療でね。ただ、割れちゃってるから、来週、抜くかもしれないって言われて、泣いてた。抜きたくない。歯抜きたくないよ。どうしよう。ちなみに、周りの歯はもう、最強でした。まあもうね、もうロキソニンガブ飲みして頑張ってんだけどね、この2、3日マジ地獄だったわ。